東海大学山形高等学校。東海大学山形高等学校と、鵜飼大学山形高等学校は、山形県山形市、成沢西三丁目にある私立高等学校。東海大学の提携校、正式な付属校ではなく、東海大学と契約し、東海大学の付属校に準ずる扱いを受けている学校。学校法人東海大学と提携する。 学校法人東海山形学園が設置している。この学校は東海大学の定型校であることから、東海大学系列の各大学、短大、東海大学、東海大学短期大学部、東海大学医療技術短期大学、東海大学福岡短期大学、ハワイ東海インターナショナルレジへの推薦入学制度がある。 1956年、昭和31年創立の一橋商業高等学校が前進。1978年、昭和53年に学校法人東海大学と提携し、東海山形高等学校として発足。この東海大学提携校となったのを機に入学式及び卒業証書授与式の回数は第一回となっている。1982年、 昭和57年、東海大学山形高等学校、定型校に、校名変更した。普通科と商業科の二つの学科があったが、1987年、昭和62年に、商業科が廃止され普通科のみとなる。コース制をとっており、特進コース、総合進学コース、総合学習コースに分かれる。1982年、昭和57年に、 初めて公式野球部が夏の甲子園に出場。しかし、それから3年後の1985年、昭和60年の夏の甲子園出場時は、清原和弘、元、オリックスバファローズ、桑田雅美、元、読売ジャイアンツを擁する PL 学園に、甲子園大会史上唯一の毎回得点を許し、7から29という記録的な大敗を喫してしまった。 1995年、平成7年の夏の甲子園出場を最後に、低迷し、坂田南高、羽黒高が対等甲子園から遠ざかっていたが、久々に登場した2004年、平成16年の選抜で、山形県勢として、初めてベスト8進出した。1982年、昭和57年陸上競技部として、中長距離、駅伝を中心に活動を始める。 1991年、平成3年に、健康公益伝発優勝。2014年、平成26年までの31年間で13回優勝し、全国大会に出場している。全国大会では2010年、平成22年の21位、2時間0 8分47秒、検診記録が最高で、全国大会の常連である。2015年は、学校としては、 初の健康公益伝4連覇を達成。2000年に東海大学の付属学校、定型校を含むにおける教育施策の一つとして、山形県内でも数少ないディベートの活動を始める。当初は東海大学の付属中学、高校、定型校を含むを対象に開催されるディベート東海に参加するために、チームメンバーを集めての活動であった。全国中学、 高校ディベート選手権東北地区大会への参加経験がある。2014年に全国高校サッカー選手権大会山形県大会決勝で6度目の挑戦で初優勝。全国大会進出。全国大会では初戦で PK 負け。全日本水奏楽コンクール東北大会に十数回出場。2011年からは7年連続で。 東北大会に出場している。2018年の全日本吹奏楽コンクール、東北大会において、吹奏楽部史上初となる金賞を受賞した。また、全日本アンサンブルコンテスト、東北大会や、日本管楽合奏コンテスト、全日本高等学校吹奏楽大会員、横浜にも数回出場している。2016年、 第22回日本漢学合奏コンテストにおいて、吹奏楽部史上初となる最優秀賞を受賞した。付属推薦入学制度で進学できる大学、短期大学は、下記の通り、東海大学付属高校、定型校を含むにおける、系列大学、短期大学への付属推薦は、各付属学校長、定型校を含むの推薦に、ウエイトが、あ、学業成績だけでなく、 どのような高校生活を送ったかという総合的な視点で評価される。東海大学の一環教育プログラムの一つで、東海大学の14の付属高校と6つの中等部、どちらも定型校を含むから、各分野において選抜された生徒が競い合い、学校間の交流を深めるスポーツ、文化部門の夏季競技会及びセミナー。通称、学折、国語、数学。 英語、理科、造形、音楽、スポーツ、知的財産、ディベートの部門からなり、付属高校や東海大学の教員の指導のもと、東海大学の各関連施設にて実施される。学校法人東海大学主催の特色ある、海外研修に、定型校である、この学校からの参加も可能であり、希望により参加することができる。アメリカで行われる、下記英語海外研修。 ヨーロッパ研修旅行、そして東海大学海洋学部の調査研修船、持ち星丸による体験公開のほか、付属推薦で東海大学に進学する予定の生徒が、3年時の1月から2月の間、ハワイにあるハワイ東海インターナショナルカレッジに中期、留学する、シップがある。定傾向ではあるが、東海大学創立者、松前茂吉博士の精神を受け継ぎ、 明日の歴史を担う強い使命感と豊かな人間性を持った人材を育て、調和の取れた文明社会を建設するという理想を掲げ、東海大学との一貫した教育を目指している。若き日に、何時の思想を培い若き日に、何時の体育を養い若き日に、何時の知能を磨け若き日に、何時の希望を星につなげ、可能性のフィールドを広げよう2005年より使用。 東海とは、アジア大陸の東に位置する、世界最大の海洋である、太平洋を表し、太平洋のように大きく豊かな心、広い視野を育みたいという願いが込められている。公明に付属がつかないのは、定型校であるためである、菅尾高校、中等部も、同様に定型校である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。